しょ。やっほー、めっちゃ久しぶりです。まだみんな来てないかな。え、やっぱりシャドバンされてるかも。なんで？やなんだけど。こんばんは。いや、やっぱりそうですよね。シャドバンされてますよね。え、見て、今日ツインテールなの。やっぱなんかさ、制限されてるのかな。なんかあの TikTok、 あのシャドバンされるとおすすめに載んないんですよ。で、おすすめに載んなくなると、やっぱりライブ配信して今分かった。そう、いつも TikTok ライブ100人くらい、100人前後来るのに22人、おかしい。やっぱり絶対シャドバンされてる。なんでシャドバンするの。別に悪いことマジであげてないのに。なんかそういうさ、なんかなんていうの、そういうことあげてない。下ピン開いてる。開いてないです、開いてないです。え、絶対その番宣でめっちゃ悔しい。なんで。私結構されるんだよね。なんか一回はなんかあのゲテモノ料理、ゴキブリとか待って、好きじゃない人ごめんなさい、てか好きな人いないと思うんだけど、なんかゴキブリとなんかバッタの足とか、あとなんかすっごいもうめっちゃ変な料理をいっぱい混ぜたドリンク、コースドリンクみたいなのをなんか番組が作って、それを飲んでる映像を TikTok で流したんですよ。罰ゲームでね。なんか一応食用のやつっていうか、まあ普通に番組で使用されてるやつだからいいかなと思って普通にあげたら、なんか危険を及ぼすためみたいな真似する人が増えたらいけないからみたいなので一回シャドバンされて、そっから2ヶ月3ヶ月くらいずっとシャドバンされて、でいいねとか再生回数とかめっちゃ低くなっちゃって、そのおすすめに載んないから。あ、すごい、ライムさんありがとうございます。何これかわいいワンちゃん、ワンワンありがとうございます。嬉しい、すごい大きく出るね。で、なんかそれを出した時にシャドバンされて、それから1回治ったんですけど、そう、なんか定期的になるんだよね。またなっちゃいました、悲しい。最近特にやばいのなさそう。そう、最近はやばいのはなかったんだけど、音源がなんか音源がダメみたいな、結構音源が引っかかっちゃったのが2、3個動画があって、その2、3個のやつをなんかすぐ消さなかったのね。そう、なんか別に音源がダメっていうのは初めてだったから、ダメ、なんかなんでダメなのか分かんないけど、なんか日本がダメになったみたいな、その音源使うのがね。で、たまたまそれ私使ってて、その時流行ってた音源だったから、そしたらそれがアウトアウトアウトってなって、普通に過ごしてたら多分シャドバンにそれでなったんだと思う。悲しい、ピエンピエンそう、ライブ配信したら治るかな、どうだろう、どう思いますか皆さん。でもこれってさ、シャドーバン直す方法多分もうないんだよ。ないから待つのみ、待つのみ、待つのみ。あ、すごい、何これ、すごい、チームに参加しようだって、ありがとうございます。ハートミー、見て、みんな全然突っ込んでくれないみんなのためにやったのに、久しぶりにやりました。どうですか、髪めっちゃ伸びたくない、どう、こうやってたら普通に下ろしてるみたいだよね。どうですか、久々にライブもおすすめに出ないの。そう、多分そうだと思う。シャドバンは基本的に全部おすすめ系は全部除外されます。だから自分の、しかもあれです、
自分のフォローしてくれてる人のおすすめに多分出ないから、私が投稿しましたって言って、あの私のリンクから見てくれた人だけ。あーすごい、ナイムさんありがとうございます。ワンちゃんハグだって、かわいい。ワンちゃんかわいい、やっぱりかわいい、ありがとうございます。そうで、今日は皆さんにあの伝えたいことがあって、あの配信したんですけど、配信あるからお仕事お休みにしました。だってウケる、嬉しい、ありがとうございますしかも配信夜なのに1日体制で待ってくれてたの、ありがとうございます、嬉しい配信でおや休んでくれてありがとうございます、嬉しいね。なんか誰かの生きてる人生の中心になれて嬉しいですドドゾウさん、ハートミありがとうございます、イエーイそう今日、そうだ今日はあのお知らせっていうか、でも知ってる人も多いと思うんですけど、5月23日だっけ、26日だっけに発売のアップトゥーボーイさんにあの掲載させていただくんですけど、そうみんな知ってるかな、23だっけ26だっけ、どうだっけ、なんかお腹出てるみたい、23だっけ26だっけ、イエイ、 TikTok ライブイエイ23だっけ26だっけ、どっちだっけ、あ23か、そう23日、5月23日にあのアップトゥーボーイさんに掲載させていただくことになりました、イエーイイエーイ、そう嬉しいですね。多分気づいてる方もいるかもしれないんですけど、何の日でしょう何の日でしょう、5月23日は。多分ほんと昔から応援してくれてる人は分かると思うんですけど、何の日でしょう。私は5月23っていう発売日、5月23ですって言われた時にすぐピョンって来ました。何でしょう、何でしょう、何でしょう、なんでみんなわかんないの5月23日は私の卒業公演の日なんですよ。卒業公演の日で、そう5月23日はなんだっけ、卒業公演の日です。パブリックセブンで働いてる、だって働いてませんなんかそれこそ私最近本当にインスタの DM とかに、あの5月16か間違えた、え5月23なんだっけ、ちょうど1年だってなんか編集の人に言われたんで、えそうね、その話はちょっと違うんですけど、否定したいことがいっぱいあって、なんか結構 DM ではここで働いてますか、ここで働いてますかって結構来るんですけど、本当に働いてないです。これはなんか隠してるとかの嘘じゃなくて本当に働いてないので、そうそもそも働いてないので誤解はしてもらいたくないので言います。あんまり基本的に否定しないっていうか、なんか変な憶測が飛ぶのがいつも嫌だから、結構 DM とかこういうコメントとかで来ても今までいろいろスルーしてたんですけど、結構最近あの来たりとかするので、あの働いてません、はい、あと向いてないと思います、そういう職業があのごますりが下手くそなので、はい、でそれはそう、もうそれはねいいとして、あのそういうあの関係では働いてないので皆さん大丈夫です。てかもし働くってなったら、多分私の性格上多分本当働かないんですけど、私の性格上ちゃんとしたい派だから、一個の仕事にあの専念したいタイプだから、多分言うと思いますよ、言うと思うし、
そこまでなんか何かをまた変えるってなったら多分私の行動的に皆さん気づくと思うんで、そこは安心してくださいというか、まあそうです。わーい、ラブイチゴさんありがとうございます。イエイ。そうで発売されるんですけど、皆さんもちろんそれも見てほしいんですけど、なんと人生で初めてサイン会をさせていただくことになって、びっくり。サイン会楽しそう。サイン会みんな買ってくれましたか？わーい。サイン会とか初めて、どんな感じなんだろう、どうなんだろう。サイン会したことない、予約したよだってありがとうございます。なんか一冊一回、サインは一回だけじゃなくて何個も無限にできるみたいなので、皆さんたくさん買ってください。そう、なんか最近結構目標がなかったんですけど、目標がなかったって言い方したらあれだけど、なんか結構前までっていうか、まあ、基本的に私目標ができるのがそのこと、その事柄、何かの一つのものとか事柄をとか活動とかを結構頑張って、で最初は 手探りなんか手探りしながら、右も左も分からないまま結構自分の中で手探りで活動していったりとかしてるなって本当最近気づいたんですけど、なんか最近目標ができたことがあって、そうだってアイドル活動も目標が別になく入ったし、なんかアイドル活動をこうしたいと思って入ったっていうよりかは、なんか芸能界に入りたいなみたいな感じで、でも鹿児島に住んでるしどうしようみたいな感じでやってたら、チームメイトのオーディションがあって、やって受かって、あ、やったアイドルかみたいな感じだったから、なんかアイドルにめっちゃなりたくてっていうよりかは、なんかそういう職業、そういうことの職業に就きたかったから応募したっていうのがあって、別にアイドルがしたかったっていうわけでもなくって、でもアイドルをこう結局していく中で、こう選抜になりたいとか、このテレビに出たいとか、このセンターになりたいとか、結局そういうこう目標が出てきたんですけど、でも辞めて、本当に辞めてから本当に全然目標がなくて、なんか悪い風に捉えられちゃうかもしれないんですけど、あ、ちょっとウーバーイーツ、そう、ちょっとウーバーイーツ頼んですみません。プロゴルファーにはならないの？なれますか？でも一時期小学生の時にはプロゴルファー目指してた時もありましたよ。でも1週間くらい。男愛だってごめん、多分もう一回来る。ごめんね。ごめんね、ごめんね。今日のコーデめっちゃダサいよ。見る？見て。ダサいでしょ？こんな感じ。スタート。あと1回来るから待っといてください。何頼みました？だって内緒。多分分かる今から。あ、待って、ワンコ反応しちゃうんだ。そうだ、ごめん、静かにこう押しとくね。ワンちゃん反応する。テイ君とハチも反応するもん。ごめんなさい。てか YouTube のさ、音とかでも反応する。テン君とハチ、あ、置いといてください。すいません、イエーイ。ちょっと走って撮ってくる、待っといて。走って撮ってくる。これです。あ、待って、大丈夫、住所とか書いてないよね。焦ったー。
だってたまに書いてるじゃん、何区とか。あ、待って、スムージーのさ、待って、大丈夫、これは何も書いてない。何かなーだって、何でしょう。ピピッタッピ、じゃーん、スムージーを頼みました。私さ、本当に大型だし、もう本当にめんどくさがりじゃん。だからね、見て、このな、こういうウーバーイーツってさ、こぼれないね、こういうさ、やつやってるじゃん。私はこれを取るのがめんどくさいから、このままぶっ刺しちゃいます。うん、うんうん、焼肉弁当届けたい、だって届けて、お腹空いた。逆にかっこいい、だって大、スムージー大好き。焼肉好きですか？大好き、美味しい。アップしない方がいいかな。おいしい。あの、今結構ぶりっこしながら飲みました、すいません。グレープスムージーだって、違う、なんかグレープじゃなくて、なんだっけ、あ、ベリー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 スムージー。でもこれ結構いろいろ混ざってます、ベリーとか。ほんとごめん、今日めっちゃ前髪なんか変なんだけど、めっちゃ触っちゃう。もうこれで最後にしよう、触るの。これはなんかベリー、グリーングレープスムージー、ベリー、ブルーベリーとか、ベリーとか、あとバナナとか、結構いろいろ入ってる。なんかむくみとか美肌効果にいいやつね。うん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 。乾杯。スムージーで乾杯。スムージー、うん、そう、話してたことを忘れました。あ、そうで、そのサイン会があるので皆さん応募してくださいっていうのと、あとなんかいろんなグラビア雑誌さんには出させていただいてるんですけど、表紙をまだ私したことがなくって、表紙になりたいなと思ってて、最近の目標、そう、最近目標なかったんですけど、なかったっていうか、なんか一個に活動を絞ってなかったっていうのと、そうだったから、なんか最近どうしようと思って、でもグラビアとかしてて、やっぱりあの表紙になりたいなと思ったので、皆さん協力してもらえたら嬉しいなと思います。で、今回のオンラインサイン会、そう、人生で初のサイン会は、買った枚数、買われてる枚数とか、あちら側が分かると思うんですね、握手会の時みたいに。で、やっぱり、あ、この子勢いあるなと思われたいし、これもし表紙になれなかったとしても、またその雑誌に出れたりとかすると思うっていうか、そうなので、そう、電波が悪くてライブ飛び飛び、嘘、本当に私のあれかな、私が悪いのかな、電波どうだろう、Wi-Fi 切ろっかな。うん、大丈夫、
たまに、あ、大丈夫かな、じゃあゆっくり話そう。そうなので表紙をやってみたいなと思ってるので、皆さんぜひ協力してください。そうなんか写真集とかの、あのデジタル写真集とか本当に細かく数字が出るんですね。そうとか、あとアンケートの数とか、実際に言われたことがあって、なんか売れ行きが好調でしたとか、結構あの出演あの掲載させていただいてありがとうございますみたいな、でアンケートがあのこんな感じで来てたりとか、あの買われてるとか、あとはがきの名前の量とか、編集者さん、編集者さんは分かるの で今回とか特に、買った分だけ多分雑誌のサインをするので、それで分かるんですよ。そうそう、なので皆さん買っていただいたら、そのアップトゥーボーイさんで今回サイン会をさせていただくので、今後アップトゥーボーイさんの表紙をさせていただける可能性が今回多分一番高い、どの雑誌よりも、あの週刊誌さんとかではサイン会がやっぱりどうしてもないので。そうでもアップトゥーボーイさんはアイドルの方々がいっぱい出てたりとかするっていうのもあって、あのサイン会が今回実施されて、あの私もサイン会しましょうってお声掛けいただいたので、あの今回あの一番チャンスがあるっていうか、チャンスがあるので、あの表紙になりたいので、皆さんぜひ力を貸してもらえたら嬉しいなって思います。そうなんか普段あんまり私がこういうのをしたいとか、あのこうなりたいとか言わなかったりとかするので、そうなんかこう言葉にこう出したりとか声に出して皆さんに伝えたりする方がいいっていうのは分かってるんですけど、なんか皆さんにどうしてもあのお願いしてしまうことが多いじゃないですか、この活動。そうなので、あの私はあんまりこう声に出してこうしてほしいのでこうしてくださいっていうのをすごい言いづらいかったりとか、自分として言えないので、そうでも今回はそういう宣伝とともに言えるタイミングがあるので、皆さんにちょっと最近の私の目標をお知らせできたらいいなと思って。そうそう、あと今日この後あの配信は、今日のこの後の配信は、TikTok ライブの後にファンクラブ配信もするので、皆さんあの TikTok ライブが終わったらすぐなんだっけ、ファンクラブの配信に来てもらえたら嬉しいです。そうそう、ファンクラブ配信はファンクラブの人しか見れないので、まだこの配信 TikTok 見てくださってる方でまだ入ってないよっていう方がいらっしゃったら、ぜひファンクラブの方にも入ってもらえたら嬉しいです。そう、 そう、そうファンクラブはブログとギャラリーと、あとライブ配信、今日今からするライブ配信もあって、ファンクラブに入ってる方だけしか見れなくて、いい写真とか、あとお仕事のオフショー、それこそグラビアの水着のオフショーだったり、オフショットだったり、世に出てないのをファンクラブの方にあの見せたりとかしてるので、ぜひ気になるよって方はファンクラブ、藤園レイファンクラブってやったら入ってくるので、月々多分700円とか500円とか700円とかそのくらいなので入ってください。お待ちしてます。ファンクラブ配信はレア配信
大変お得。そうです、そうなんです。見てください。そう、今日ね、髪の毛固めるスプレー買おうと思ってたんだけど忘れてた。ドゥン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 、チャン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 。そう、じゃあそろそろファンクラブの方に移動しようかなと思います。そうなので、皆さんぜひ、オンラインサイン会、私のグラビアの、 あのアップドイボーイさんっていうのが、あの雑誌があるんですけど、それのもしサイン会に応募してくださったら、私の直筆のサイン、私が実際サインしてるところ見れるんですよ、配信で。でそれの、あの宛名と、はあのサインをやって、2種類やって3000円と500円が、そう、3000円と500円で中身が違うので、皆さんもしあの気になるよって方がいたら、私のツイッターに最近投稿してるのがあるので、それからオンラインサイン会のやつから見てもらえたら応募できます。ぜひ皆さん見てみてください。3000円と5000円、2パターンあるので、そう、皆さんたくさん買ってください。じゃあファンクラブの配信に移りたいと思います。見てみます。だって嬉しい。ありがとうございます。見てください。じゃあファンクラブの配信に行きたいと思います。そう、ツイッターで藤園レイって調べてもらって、で最近投稿してるやつのなんか私のオンラインサイン会っていうのがあるので、そこから入っていただいて、あそこのリンク、販売サイトみたいなやつをクリックしてもらって、で会員登録、新規会員登録無料なので、そこでしてもらって、で私の、 3000円と5000円のやつがあるので、それをタップしてもらって、でクレジットカードの情報とかパーって入れてもらったら応募完了っていうか、あの購入完了なので、皆さんぜひお願いします。じゃあファンクラブの配信に移りたいと思います。ハート、バイバーイ。ファンクラブの配信でまたね。ありがとうございます。バイバーイ。